宇宙戦争19は、横山信義作による日本の架空戦記、全参巻観光。本作は、太平洋戦争の架空戦記の一つではあるが、作者が、それまでに発表した、もし、歴史の流れが、日本側に有利または不利に働いた時にどうなるかを、テーマにした作品ではなく、H.G. ウェルズの書いた古典的 SF 小説。 宇宙戦争を下敷きに書かれた続編的作品であり、以降の展開は、実際の歴史と連動していない。ウェルズ作品との関連を匂わせる部分として、ロンドン襲撃に最終原作の登場人物とおぼしき、人物が再登場していたり、イギリス海軍軍人の会話で、サンダーチャイルドの名前を出すなどしている。また、海戦直前における、 日本軍の無線封鎖を設定に組み込んで、火星人侵略に対し、日本本土及び日本軍の襲撃を受けない理由づけとしている。昭和16年12月8日、真珠湾攻撃に向かった第一次攻撃隊がハワイで見たものは、すでに炎上した真珠湾とアメリカ太平洋艦隊主力、そして炎上した真珠湾を3本の足で動く、正体不明の物体であった。 その三本脚から攻撃を受けた攻撃隊は反撃をするものの、機銃装者も急降下爆撃も効果がなく、逆にその兵器の放つ光の前に攻撃隊は壊滅状態となり、さらに湾内にある重油タンクも三本足の攻撃により破壊され、真珠湾そのものが壊滅することとなる。同日、同様の兵器がフィリピンやマレー、ベルリンとモスクワにも出現した。 翌日には、サンフランシスコとロンドンに現れ、軍民の区別なく攻撃を行う。ロンドンに現れた三本客に対し、それを見た人々の中には、奴らが帰ってきたと呟く人がいた。異形な兵器の存在に戸惑う各国に対し、イギリスより驚くべき情報が伝えられる。敵は太陽系、第四惑星、すなわち火星から来た火星人であり、 火星人は1900年のロンドン侵攻時より強力になった三脚兵器と新たな飛行兵器フライング、スティングレイを使って全地球規模での侵略を開始したのである。1942年、火星人はユーラシア大陸、アメリカ大陸の広範囲に展開しその勢力を拡大しつつあった。一方地球側も 地球統合軍設立に向けて動き始めていたが、国家間の相互不信から協力関係の構築ができない状況になっていた。そんな中、対火星人情報局がボルネオに火星人の重要施設がある可能性大と報告。10月、日米連合軍がボルネオ防衛の拠点の一つとなっているフィリピンルソン島への反抗作戦を開始した。しかしトライボットの待ち伏せ、 米軍の日本軍への不信、さらには新たに出現した飛行するトライボットによる攻撃によって、道のく、過去、古高沈没などの損害を出して敗退した。反抗作戦の失敗によって、各国間の相互不信は頂点に達し、統合軍設立は和解の危機に陥った。それを払拭するべく、東条秀樹首相らが渡米首脳会談で、 真珠湾攻撃に関する情報を開示し日米間の不信を解消することに成功した。そして1943年4月、新兵器を携えた日米連合軍による第二次ルソン反抗作戦を開始。三式弾お姿による電波妨害陸上機である P-39 による FS 迎撃 VT 新幹付き砲弾による砲撃によりノースカロライナ ブルックリン、ナッシュビル、サンタフェ沈没などの犠牲を出した者の戦闘に勝利し、ルソン島の奪回に成功した。6月1日、地球統合軍が正式に発足。全世界の軍事力を結集した戦争体制の確立が成立した。しかし同じ頃、パロマテン問題から3年以内に地球に到達する人工天体軍の存在が報告された。人工天体軍は地球を おう軌道を描いていており、天体ではなく、活性人の本体を乗せた宇宙船であると推測された。その宇宙船団が地球に到達すれば地球人類の敗北は必至、しかしそれまでに全占領地域の奪回を行うことは極めて困難であると地球統合軍は判断していた。そんな中、活性人の重要拠点があると目されるボルネオ島を偵察する中で、 ボルネオから発せられる巨大な工房と海岸線から基地へと伸びる道路、マハカム側の異常が報告された。統合軍は、工房は宇宙船を地球の周回軌道に乗せるために制動をかけているもの。道路とマハカム側の異常は、工房の発射装置の冷却水用のパイプを埋設したものであると判断した。統合軍は、世界各国に働きかけ、 空海軍の総力を結集し攻防の照射装置の破壊を目的とするオリンピック作戦の実行を決定。1945年11月1日、ボルネオ島沖合に世界各国の艦艇や航空機が集結、人類の存亡をかけた決戦が始まろうとしていた。ありがとうございます。